はい、というわけで今日も元気よく社会の勉強やっていきましょう。今日は歴史の39、江戸時代の丸6、農業や諸産業の発展についてやっていきたいと思います。それでは結論から見ていきたいと思います。江戸時代には農業が発達し、生産力が高まると商品作物を作るようになっていきました。また様々な産業も大きく発達したよという話になっていきます。それでは内容について見ていきたいと思います。はい、今日は江戸時代の産業についてやっていくんですね。江戸時代覚えることが多いんですよね。時代を見ていくと、まあ江戸時代が嫌いな人がまあ担当して多いんですけど、何かっていうとやっぱ覚えることが多いんですよね。とにかくその江戸時代が始まった幕府の仕組み、身分の仕組み、外国との貿易、そして今回産業、さらに次は文化っていうふうに、もう作業的に覚えることが多いので、嫌いになってしまう人が非常に多いんですけど、まあその細かく覚えるともう社会嫌いになっちゃうので、もうざっくりとした流れっていうか、ざっくりした大枠だけ捉えていくといいんじゃないかなというふうに思っています。まあ、今回で言うと、とにかくシンプルに農業が発展したよっていうところ、産業が発展したよっていうところですね。まずは農業の発展についてやっていきます。まあ、どっちかというとこの上の方が大事で、下の方はもう覚え出すとキリがないので、まあ、その農業についての発展を重点的に覚えてもらえばなと思います。まず農業なんですけど、まあ、さっきも言ったように農業発展したんですよ。なんでかっていうと、そもそも幕府が農業を発展させていこうとしたんですね。まあその江戸時代っていうのはそもそも中心となってくるのが米なわけですよね。給料もまあ俸禄って言われるんですけど、俸禄とかも米で払われるし、食べ物もお米なわけですから、とにかくそのお米の生産量を上げるっていうところを幕府は力を入れたって話です。まあ幕府も藩もそうですよね。年貢を増やすために用水路、まあ幕府とか藩が作ったりとか、海とか広い沼地を干拓した、本当その沼とかを埋め立てて、土地にしたりとかっていうことで、大規模な神殿開発を、進めるっていうところを行っていきました。もうその規模としてはすごいですよね。そのめっちゃでっかい、例えばその千葉とかにある印旛沼とかっていうのがあるんですけど、そこをもう埋め立てるっていうことで、土をどん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 山から運んできて、山かわからないですけど、いろんなところから運んできて、でっけえ田んぼにしちゃうっていう話です。さらに農民たちもちょっとずつその荒れていた地域をまあ開墾して、まあ土地にしていくんですね。ここも土地にできるんじゃないの、ここも土地にできるんじゃないのっていうことで、次々開墾していく。まあこれはなんでできるのかっていう話ですけど、戦国時代が終わったからですよね。戦国時代っていうのはとにかく戦に戦を重ねていった時代なので、その農業を発展させていこうみたいな感覚はないわけですよね。さらに戦争に長い間行っていると、農地も荒れ果てていって、どん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 その土地の収入はなくなっていく。戦争が終わって、よし安心した世の中だ、もう戦はないんだぞってなったら、だったらもう戦ないならちょっと余った時間で土地増やしてみようとかって、ここも土地にできるんじゃないのっていうふうに土地を作ることができるんですね。そういった結果、18世紀の初め、1720年とか30年ですね。そういった頃には豊臣秀吉の頃と比べて農地の面積が2倍に増えた。すごいですよね。豊臣秀吉の時代が120、30年で2倍になるっていうところで、それだけ農民たちが増やしたりとか、幕府とか藩が増やしたっていうところです。さらにその土地が増えたっていうのに加えて、農業の技術っていうのも進歩していきます。17世紀後半には先進的な農業の技術が記された書物っていうのが出版されるようになっていきます。まあこれは活版印刷術っていうのが作られたっていうのが大きいですよね。今までその例えばすごい人がその愛知県で農業のすごい技術っていうのを開発したぞってなっても、それを広める手段がなかったんですよね。そのまあ口伝えで言ったとしてもそんなに広まらないわけですから、こんなすごいぞっていうのを発見した時にそれが全国に伝わる方法がなかった。しかし活版印刷術っていうそのコピー技術が発達したことで、じゃあこういう風に本を書いてみようってなったら、それをバン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 印刷して全国に広めることができる。その人が死んだとしても、その人が遠くへ行ってしまったとしても、そこに本が残ることで、代々その技術が引き継がれていくっていう風になっていきます。他にも鉄製で耕すことのできる備中具、これ大事ですね。農業のその道具ですよね。備中具はっていう深く耕せる、その今のフォークみたいになってるんですよね。先がフォークみたいになってることで、より軽く耕すことができるっていう風になったりとか、他にも脱穀を効率的に行われる千箱機っていう、その米ってそのまあ一本細い棒にいっぱいついてるわけじゃないですか。それを一本一本昔は取っていたんですけど、非常に効率が悪いっていうところで、それをガッバーって束ねて、そのめっちゃ尖っているその何ですかね、串みたいなのがあるんですよ。めっちゃたくさん刃がある串みたいなところにガバーっていってブワーンって引くと、その一気に取れるじゃないですか。今まではちまちま一個一個取っていたんですけど、それをガバーってやることで一気にその脱穀ができるようになったっていうところで、非常にその農業に関わる時間っていうのが短縮されるようになっていきます。さらに肥料も改良されていくんですね。室町時代は草木灰って言って灰を撒いていた。どうやら灰を撒くとなんかたくさんの
米ができるぞとか、その効率のいい農業ができるぞってなったんですけど、さらに栄養価の高いその肥料というのが生まれるんですね。それがイワシを原料とする干し化ですね。干したイワシですよ。これを畑に撒くとすげえたくさん米取れるじゃんっていうところで、その効率のいい肥料をまあ購入して使うようになっていきました。そういった技術もさらに全国に広まっていくんですよね。ってなったことで農業の生産力っていうのが目まぐるしく向上していきました。すっげえたくさん取れるようになっていた。土地もたくさん増えたし、すごいたくさん生産できるようになったことで人々の生活っていうのは大きく変化していきます。はい、生産力が高まって余裕が生まれるんですよね。今まですごい時間がかかっていたのに短縮されるようになったりとか、短縮してでもたくさんその米が取れるようになっていきます。そうすると人々って余裕が生まれるんですよね。今までは1から10までその 100% 農業に時間を割いていたんですけど、農業の道具とかその肥料とか発達することで100あったものが80ぐらいで収まるようになってくる。そうすると20余るんですよ。あれ？今日なんか早く仕事終わったな。まだ時間あるんだけどどうしようかな？なんですね。そうすると人々っていうのは年貢となる米以外にも他のものを作ろうかな。余った時間で別のものを作って稼ごうかなっていう話になっていきます。例えば木綿とか、綿ですね。綿とか、菜種ですね。油の原料となる、その、油の、種みたいなもんですよ。そういったものを栽培して、売るようになってくるんですね。こういった売るための商品、農業のその米っていうのは自分たちの食べるものとか年貢にするためのものじゃないですか。なので生きていく上で必要なもの、そうじゃなくて余った時間で自分たちが売って儲けるための作物っていうのを商品作物っていうふうに言います。そういったものを作って城下町などの都市に売って貨幣を得るようになっていくんですね。まあこういったことでその今まで農村にはその貨幣っていうのが浸透していなかったのが、その余裕が生まれた人たちっていうのは貨幣を得るようになっていきました。そしてそういった商品作物の中には後に地域の特産物となるものも出てくるんですね。そういったものを、ま、村の人がたくさん作るようになってくる。これ儲かるらしいぞ、え、そうなのって言って村の人が全員それを作るようになってくると、その村の特産物になっていきます。そして農業以外の諸産業の発達ですね。まあこれに関しては先ほど言ったようにもうキリがないんですよね。どこにどの産業が発達しているのとか、まあ覚えすぎるのもあれなのでざっくりと覚えておいてもらえば大丈夫です。はい、農業以外に言うと、例えば都市が発展した、町の城下町がたくさん作られるようになった、それによってその城下町にたくさん人が住むようになってくるってなると、その分家がいりますよね。建築用の木材っていうのが大量に必要になったっていうところから林業が発達していきます。木曽のヒノキとか秋田の杉とかが有名になっていきます。さらに水産業、これも、網を使った漁っていうのが全国的に広まって、九十九里浜、千葉県の九十九里浜、これ地理でも出ますよね。砂浜海岸の例として出るんですけど、歴史でも出てきます。九十九里浜では地引き網による大規模なイワシ漁が行われるようになっていきます。逆に言うと今まで、網使ってなかったんですよね。なんかその全然漁業とか知らない、私からすると魚取るときに網使った方が早いんじゃないみたいな、なんか分かりそうなもんですけど、まあ縄文時代からずっと続いていく中で、この網によるその漁業っていうのが積極に広まっていく。まあそもそもそのでっけえ網を作る技術がなかったんですかね。まあそうやって網が作れるようになってくると、これをガバーって海に巻いてグワーって取った方が早いですよねっていう風になって、イワシがたくさん取れるようになっていきます。そうしてたくさん取れたイワシっていうのは干し化にされて各地で売られたっていうところで、水産業の発達が農業にも関係していくことになります。また紀伊とか土佐では捕鯨ですね、クジラを取ったりする、すごいですよね。江戸時代、機械とかもない中であんなでっけえそのクジラを取るわけですから、すごい。これはもう油とかにも使われたそうですね。他にもカツオ漁とか、蝦夷地ではニシン漁とか昆布漁というのが盛んになっていきます。で、17世紀、後半ぐらいからは、蝦夷地の俵物っていうのが輸出品になっていきます。俵物っていうのは、干しアワビとかっていうのをその俵に詰めたっていうところから、俵物って言われるようになってくるんですけど、その貿易、外国との貿易っていうのを積極的に行っていたんですけど、その蝦夷地の前半っていうのは、そのいろんなものを外国からもらう代わりに、金とか銀とかを輸出していたんですね。ただ、金とか銀って限りがありますよね。どん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 輸出していくうちに、あれ？日本の金ねえなと。日本の金ないやんけっていうふうになります。その代わりに、まあ当時珍しかった干しアワビとかを俵物として代わりに、外国へ輸出していくことになります。
鉱山開発、でも採掘とか技術とかが発達したことで佐渡金山とか石見銀山、別子銅山とか塩銅山とかが開発されていくことになります。これはさっき言ったように、まあその開発されていくんですけど、どん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 輸出していくことでちょっと金銀が足りなくなっていくって話です。特に金銀とか銀とかは17世紀初め、江戸時代の前半っていうのは世界有数の産出量になったっていうところで、石見銀山の銀って確かこの通り世界の3分の1ぐらいがなんか石見銀山の銀だったっていうところで、すごいですよね。世界の銀のうち3分の1が石見銀山出身の銀っていう、それぐらいたくさん輸出していたっていう話です。で、幕府は江戸とか京都に、設けた金座とか銀座で、小判とかの金貨とか、長銀とか、豆板銀とかの、銀貨っていうのを作っていた。幕府っていうのは貨幣を作る技術を独占した、わけですから、そういったものを作るようになっていきます。また、官営通報っていう動線っていうのを作ったりとかして、全国に、流通させたので、民政がこの当時も使われなくなっていきました。今までっていうのは、その日本の信用力がなかったわけなんですね。例えば室町幕府が、貨幣を作りましたって言っても、室町幕府本当に続くのかなとか、室町幕府が言っているこの金が、1万円ぐらいらしいんだけど、これ1万円の価値本当にあるのっていう信用がなかった。例えば私葛西が1葛西っていうのを作って1万円と交換できますよってなっても、多分交換する人誰もいないですよね。それと一緒です。信用がない、本当にこいつで大丈夫かい、こいつの作った1葛西ってただの紙じゃねえのってなると信用がないわけです。なのでより信用のある中国のお金を使っていた。まあ中国さんなら中国さん信用できるからねと、もう何千年も続いている中国さんが作っているお金がなくなるわけないよねっていうところで、日本が作ったお金よりも中国が作ったお金の方が信用されていた。しかし江戸幕府が始まってくるようになると、あれ？なんか江戸幕府すげえなと、これもしかして何百年も続くんじゃねえのってことは幕府信用できるなって話になってきます。そうなると、なんか幕府が新しく官営通報っていうお金作ったらしいぞ、え？これ信用できるかもなってなって、みんなが金とか銀と交換するようになってくるっていうところで、信用価値が上がったよって話です。金とか銀とか銀は、金とか銀とか銅っていうのは貿易、長崎貿易の輸出品にもなった。まあさっきも言ったようにこれが輸出しすぎてなくなったよってことです。他にも酒とか醤油とか、醸造業とか、織物、漆器、磁器、鋳物、製紙などの諸産業っていうのが発達して各地の特産物ってなったっていうことで、まあその戦争が終わってその落ち着いた、そして農業の技術が発達して時間がかからなくなったっていうところが様々な産業のところに影響を出していくことになります。まあ平和な時代っていろんなものが発達していくよねっていう話です。先ほども言ったように教科書には細かいその岐阜で何があるとか、その愛知県で何が有名とかっていうのはあるんですけど、もうキリがないので、もうそのそういうのが趣味で楽しいよっていう人以外はまあ覚えなくていいんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで今日は江戸時代の丸六、農業や諸産業の発展についてやっていきました。農業についてまず大きく変化していきます。戦争が終わって平和な時代が長く続くようになっていきます。そうすることによって新しい土地を開発してみようかなっていう形になっていくんですね。新田の量っていう、田んぼの量っていうのは100年ぐらい前と比べて約2倍になっていきます。さらに農業の技術が発達したりとか、農業の道具が発達する、これによって生産量っていうのはめちゃくちゃ大きくなっていきます。さらにその生産量が、伸びて時間が短縮されたことで、農民の、まあ、百姓たちの間に時間が生まれるんですね。あれ、なんか農業終わったのにまだ全然時間あるやんけっていう話になっていきます。そうなってくるとなんか稼げるもんないかなって話になっていきます。そこで作られたのが商品作物っていうところで、稼ぐための作物。今までは自分たちが生きていくため、食べるため、税に納めるために作っていた米以外のお金にするための商品作物っていうのが作られていって、そういったものが後に特産物となっていきます。農業以外にももちろん余裕が生まれたことで様々な産業が発達していく。戦争がない時代っていうのは文化、産業が大きく発達していくっていう時代になっていきます。